皆さんこんばんは。こんばんは。ただいまご紹介いただきました初賀野と申します。今日はよろしくお願いします。本当たまたま今日は空いていたというのは、まざら嘘でもなくてですね、本当は私明日、今日の夜から東北に行く予定だったんです。で、明日から向こうの気仙沼で復興支援のお手伝いをする予定に、なってたんですが、ちょうどこういろいろやる中でものすごいタイミングでお電話いただいてですね、断るわけということで、じゃあどうするかというふうに考えて、明日気仙沼からだから3人私が行ってやるところを向こうの人をこっちに呼ぶことにして、で私は今日ここに残れたというところで、非常にいい形の偶然が、偶然というか、お話できる機会ができてよかったなというふうに思います。よろしくお願いします。名前が変わっておりましてですね、初賀野聡といいます。日南の帯出身でですね、日南にも1軒しかありません。ただですね、この西洋を探しますと、山梨県にこの字を書きまして、端川の村という村があります。そこには端川さんとかたくさんいらっしゃるんですね。で、なんでそれが九州に流れてきたのか、日南に流れてきたのか、それも帯になぜ付いたのか、これも1軒しかない。なぜだろうというんで、私の父が一生懸命調べましたですね、なぜ来たのかというのを紐解いて、そして父はもう他界してるんですが、私に残した言葉がこれでした。サトシはロマンだ。わからんじゃん。しかし、それもあっていいんですよ、そのくらいことね。何もかんも全部わかるったらですね、夢もロマンもないじゃないですか。で、私も勝手にだいいなと思いながら、どう見ても初賀野とは読みにくいですね。一発で読む人はまずいません。鹿児島の蚊をガーッと読むっていうのがなかなかね、だから自己紹介するときも初日の出の初、鹿児島の蚊、野原の野と言った後に初賀野ですって言うから、みんなによくわからないですね。で、そうしておりまして、 2,3 年前、熊本県で講演をしておりましたが、その時に呼ばれたのが山鹿市、山川の山に鹿児島の蚊と書いて山鹿とですね。九州で多分あの字を蚊と読むのはあそこだけじゃない。でそこでふと気づきましてですね、でそこはあそこは古い宿場町なんです。昔からの宿場町なんですね。で思いつきましたね、私の祖先はこう本州から入ってきてあそこに泊まったんじゃないですか。で宿帳を書いてたら宿の人が初賀野なんですかと言われて、お九州ではこれをガと言わないかんだと思い込んだんじゃないかなというのを勝手に思い込みまして、山鹿市の講演の時に今までは初日の出の初、鹿児島の蚊、野原の野と自己紹介させていただいておりましたが、今後は初日の出の初、山鹿の蚊、野原の野ということで自己紹介させていただきますというふうに申し上げましたところ、宮崎に帰ってきたら馬刺しを送ってきました。言ってみるもんだなと思ってましたからね。そんな冗談も言いながらなんですが、さて私手元にある通り15年前までですね、宮崎県警におりました。で16年と4ヶ月いたわけですけれども、今日も皆さんお疲れでしょう。もう仕事されてね、そして、今日の家のことをせないか、もうお母さん方は家のご飯をパッと作って出てきて、もう私の人にありません、これもせないかとか思いながら来て、お父さんもやっと仕事が終わって食事が飲めるとにあと1時間半も飲せないかと思いで来られてるかと思うんです。ですからね、できるだけ柔らかい言葉で私はこういう夜の講演はしようとするんですけれども、柔らかいいちまんじゃないんですね、誤解を招くよ。私ご紹介するときに、私は16年と4ヶ月宮崎県警にお世話になっておりました。申し上げましたところがですね、大きな勘違いをしたいなんですね。そうなんです、私が16年と4ヶ月、刑務所に行っていて、そして今こうやって社会更生して社会貢献をしているという勘違いする。私それ全然気づきませんでね、そういうふうに勝手に思われてるから、ただ一つ気づいたら皆さんの表情がニコニコ笑ってたのが急に固まったのは気づいたんです。なんでここで固まるところなのかなとちょっと不思議に思ったんです。後々調べてみるとそういうことです。だからもうちょっと固めていいかなと思いまして、16年と4ヶ月勤めておりました。申し訳ないですね。これもちゃんと聞いてるとちょっとないんですよ。けどちょっと油断してると5月とややこしいことになるわけですね。そこでここだけはですね、16年と4ヶ月勤務しておりましたというふうに、ご説明させていただいております。でこれで私が今日のこの皆さんのためにな、これからの時代に大切なことにうっかり入ると大変なことが起こる。私の話が終わる9時頃で皆さんが廊下に出られる。廊下から聞こえてくる言葉は一つの言葉だけなんですね。
私が今自己紹介したことによって皆さんの中にもやがわっとかかる。それは何かって、でこの人はなんで警察辞めようになっちゃうか気づかないとかここら辺に皆さんあるんです。だから私がいくら喋ってもでなんで辞めたのでなんで辞めたの、山彦のようにこうこれが繰り返される。結果私の話が終わると廊下から聞こえてくるのはであの人なんで警察辞めたのそれで終わればまだいいですね。廊下を降りて駐車場まで行かれるね、その頃になるとであの人は何社立っちゃうかに変わる。なんで気づいたかというと、あるご婦人が私の顔を見ながら挨拶された後を帰るときに隣にご婦人された後どういう仕草されたかって言ったら私はこれで会社をクビになりましたあどうもその誤解が追っかけていって、説明するわけにもいきませんし、またでは明日というわけにもいきませんので、ここだけはなんとかねちょっと紹介しておかお話しとかなきゃいけないところなんですが、私は警察官になりたくてなりました。で実は高校卒業してすぐなんですが、試験は1本しか受けない。宮崎県警しか受けない。警察官になりたくて警察官になった。で、じゃあなんで辞めるの？私は嫌いで辞めたんじゃありません。今でもあの県の委託授業で防犯のアドバイザーというのをやってですね、周りさんとも連携しながらやってます。じゃあなんで辞めたかっていうと、警察のお仕事っていうのは税金がついていてちゃんと仕組みとしてあって成り立っているんですね。で大体警察の仕事っていうのは事件事故が起こってここから始まるのがやっぱりメインなんです。確かに防犯とか交通安全ありますが、警察の中でのウェイトっていうのはほとんどが起こってから事故捜査をしたり、まあ泥棒を捕まえたり、詐欺や犯人を捕まえたりっていうのがメインなんです。これをずっとやってたんですね。しかしふと気づいたんですね。私がなんで警察官になったかっていうと、人のまあお役に立ちたいというのがあって、そういう危ない目に遭う人を救いたいというのがあったんですね。まあ、いろんな職業はあるんですけど、ね、幅広く捉えればですよ。いろいろあるんですけど、その中で、警察官を選んだっていうのは、一番早い段階でそういう人のところに行ける立場かな。まあ、他のはもうちょっと時間がかかったり、もっと大きくなってからだとか、特定の人だったりするんですね。もう一つ悩んだのは、私は海上保安庁も悩んだんですけど、私船酔いするんでやめました、ね、で、まあこうなんですね。しかしこうやってるうちにふと気づいたら、確かにお役には立ってて、そして困ってる人をこう遺族の気持ちを和らげるっていうのはあるんですが、ただ一つ思うのは、警察が動き出して、捜査してですよ、犯人を捕まえる。でそれは確かに社会的な要件は業務は果たしてるかもしれないですけど、警察がこうやってことが起こって動き出す時っていうのはもうすでに心だとか車だから物だとか命だとか体だとかが傷ついてるんですね。これ傷ついてから捕まえて被害者の方に捕まえましたよとご報告して、それはいく分かは捕まらないよりはいいでしょう。しかし傷ついた心、体、命は戻ってこないです。となると本当にこの社会の中でみんなが安心して暮らせる、そして、その人をどうにかこう私の思うその人を助けたいっていうのは怒ってから犯人を捕まえる、これも大事だけど、これはもう国が整備してるから怒らないこと、そういう人が傷つかないような社会を作っていくことが本当の安全で安心ではないかなというふうに思うわけです。これをねやってても多分くるくる回るじゃなくて、ここがなんとか変わっていかないと社会っていうのは本当の私たちの思う安心安全は来ないんじゃないかなということで、なんですね。で、ことが起こると誰の仕事か決まるんですよ。交通事故が起これば事故捜査、泥棒があれば刑事か、詐欺があれば刑事かというふうに決まるんですが、起こらないうちにどうするって言われると、どの事務文書にも入ってこないんで、結局誰もやらないっていう話になるんですね。結局誰もやらないわけですね。しかしこれを実現するためには誰がやらなきゃいけないかって実は決まってるんですよ。それ何かって言ったら、誰かって言ったらですね、みんなです。誰かの仕事にしちゃいけないところなんです。ここはいいそういうことが起こらないようにしようっていうのは、誰かの仕事にした時点でもううまくいきません。
みんながみんなでやっていこうというのがあって初めてこの部分というのができるんだというふうに思います。今ですねそういうところで、いろいろやらせていただいてます。とはいえですね、皆さん方お知り合いに警察官もいらっしゃるでしょう。お友達ご兄弟いらっしゃるかもしれないとなると、今日はあの、ま、宮崎県警におった初賀野というのが来て話をしたという、あら本当はなんでやめたって聞きたくなる。これ人情でございます。聞いてもらっていいんですよ。聞いてください。ただですね、でも注意点があるんです。これ聞くときに。ただですね、その警察官が私をもし知っていたら、その警察官はこう言います。あら宝くじが当たって警察官。嘘ですからね皆さん。決して信じないようにしてくださいね。最初にですね、警察署から電話がかかってきました。菅野お前宝くじが当たったらしい。いや俺宝くじ買ったことないよ。100万円当たったらしい。いや俺宝くじ買ったことないよ。言っちゃが損じます。言っちゃが損言わんでという言葉は恐ろしい。こっからこの言葉を言われた後、私がいくら喋っても私が言い訳しているようにしか聞こえないんですね。でこうほっときました。そしたら今度は、日向警察署、延岡警察署を経由したんでしょう。高千穂警察署から電話。初賀のお前宝くじが当たったらしい。いや俺宝くじが一等賞が当たったらしい。一等賞になってましたね。100万があっという間に一等賞になった。いや俺宝くじ買ったことない。言っちゃが損言わんしかしですね、この何が腹が立つかっていうと、あの電話の向こうで、いっちゃがそんな言わんでっていう時の表情が浮かぶわけですよ。口が横に開いてるんですね。ねえ、この声というのは分かるんですね。あの私今あの後でもちょっとお話しますが、ラジオのパーソナリティもやってます。MRT ラジオのですね、月曜日と火曜日朝8時半から12時までバリッと朝という番組、それと日曜日の午前11時から12時までエココロカフェというので番組やってるんですが、ここでも本当思い知らされるんですけれども、顔が見えてると、まあ、ある意味テレビはですね楽なんですよ。あっちの方が絶対楽です。私も出ますけど、なんでかってごまかしが効きますから。顔の表情と仕草で、少々ここで思ってなくてもなんとかなるんです。ごまかせるんです目の前に。ところがですね、声だけっていう時はここが入ってないと絶対届かないですね。逆言えば思ってないこともバレてしまう。こうもうラジオはもうほんとそれを教えてくれます。どんなに綺麗な言葉をスラスラと喋ってもリスナーさんは感動しませんが、こっちが本当に思った言葉を口にした時っていうのは短い言葉でも涙を流す。スクーピーっていうのがいるんですけどね、あれがあの宮大工さんを一回取材したことがで、私はこっちで聞いてまして、で、まあ、本当に素晴らしい、決して派手じゃない人生だけれども、本当に素晴らしい取り組みと仕事をされてこられる。だから私言ったんですね、こうやっぱ師匠っていうんだよ、本当に私思ったから、ポロッと出たことですね。そしたらスクーピーが帰ってきて言うんですね、初山さんって、ありがとうございましたって、何がって言ったら、いや、実は宮大工の師匠がですね、って、あの番組が終わった後、涙をポロッと流されて、嬉しいこと言ってくれるねって言って泣かれたんですよ。私はその涙を見て、また涙が出たんですよ。言葉ってそういうものなんですね。人の心を動かす言葉。しかし、裏面の思ってない言葉ってのは逆に、こんなやつはもちろんっていうのが、顔が見えてないとなおさら伝わってしまう。今の時代、顔を見えずに、相手といろいろやり取りする道具がいっぱい増えてきました。電話だけじゃないですね、いろんなものがあります。しかし見えない時ほど油断すると相手に全部見透かされてしまう。これはですね、本当ラジオの中で学んだことです。まあ、ちょっと戻りますが、だからその時も分かるわけですよ。もうニヤニヤしながら言ってるのがですね、全然信用してねえよ俺の話だ、言っちゃがそんぎわんでって、絶対信用してねえぞこいつだって思うわけですね。まあまあ放ってみました。そしたら今度は襟の警察署の副署長から電話かかったんですね。階級まで上がりました。ついでに初賀門、お前宝くじ当たったらしいの。いや俺宝くじ買ったことないですよ。一等前後賞が当たったらしい。あと1億3000万当たって私は買ったことがなってるんです。警察の中で15年経ってるんですよ、未だに。だ勘違いした人で噂は半端にしか聞いてない人は、一等前後賞だったら今3億円ですよね。3億円当たったと勝手に言いふらしてるのがいるぐらいですよ。困ったもんです。まあね、しかも噂はまあ警察の、まあ、狭い中だけだからいいやと取っておきました。で私ですね、刑事してたもんですから生き物が飼えなかったんです。ですからやめてすぐ犬飼ったんですね。
でこう犬散歩させる時、昔の同僚があるわけですよ。ちょっとこう犬散歩させようとか言ってね、あなたから出てくるだろう何しても言われるわけですよ。辛いものがありますね、あれはですね。まあしかしまあいいや、警察の中ぐらいと思ってましたら、実家の母から電話がかかって、サトシあんた本当は宝くじが当たって警察辞めたら誰に聞いたね、二軒先のおばちゃんが言ってただけど大体わかるんです。帯でしょ、帯で噂が広がるって言ったら、警察官があの焼肉屋で宴会をしたに違い、あの焼肉屋のおかみの耳に入ったら間違いなく帯でいるんだ大体そういうものがあるんですね。あるでしょ、皆さんもね、地域の中でですね。私はあの地域の切り込み隊長って呼んでるんですけれども、大体そういう切り込み隊長の周りにはミニスモール切り込み隊長って言われてですね、その人の耳に入るとバッとそこにいてですね、そこからバッと言われていくわけです。素晴らしいネットワークがありますからね。まあそう思ったんです。で、なんて言われたんだって言ったら、隣のおばちゃんが私のところに来てね、みちこって言うんですね。みちこさん、あんたの息子が警察を辞めた本当の理由は知っとってね。うちの息子はもっとやりたいことがあって辞めたのこの指でね、あんたの息子が警察を辞めた本当の理由を知らないのはみちこさん、あんただけよじゃあなんで辞めたの宝くじが当たったよだけど母はそれをちょっと信じたんです。なぜか、なけなしの退職金で私旅行連れてたんです。で、全部母の代金出したんですよ、私は。それで母は、それでセットシュー気前よく全部出したもんだけど、1億3000万であれはないんじゃないのどういう親かと思いますねまあ、しかし、母ですからね、説明したらは分かってくれました。で、まあまあ、まあいいかと思って家でご飯食べてたんですね。そしたら、家で妻と二人でご飯食べてましたら、ある日妻が箸をポンと置いて私に言って、あんた本当に当たっちゃうの今、男性も女性も笑いましたが、頭の中に浮かんでることは全く違うことを浮かべて笑ってるんですよ。ここなんですよ。これ最後で話しますからね、この PTA とか家庭とかの中での男性と女性の役割を考える上において、実は男と女は思考回路が違うんだっていうのを分かって向き合うのと、そうでなくて仕掛けるのと大きな違いがありますからね。皆さん今日はそこだけ聞いて帰るだけでも、あの家庭円満の秘訣、まあお母さんが男の子に向かい合う時の向かい、男はこう考えるんだな、逆にお父さんが娘を見る時に、自分の考えで言ってしまうと違うことを相手は考えているっていうののお話もできればいいかなというふうに思っております。